あ、おはようございます。はい、おはようございます。何やっと起きたのか。いや、ちょっと物音したんで。おい、なんだよ。はい、ちょっとご飯できるからさ。はい、待っとけ。ありがとうございます。準備しとけよ、学校行く。あ、まさかのお父さんスタンスですね。これはもしかして、このフライパンはもしかして。なんだよ、あっち行っとけよ、座っとけよ。すぐ作るからよ、待てないってか。いや、ちょっと待っとけよ。オッケー、じゃあこれでも食べとけ。これ喋っとけばいいから。いや、お茶漬けの出汁取られても味濃ゆいし。じゃあ、待っとけ待っとけ。みんなすぐ作るからよ。なるほどね。ちなみに今日の献立は何ですか？ピラキホッケ、レフン島のホッケ焼いて、母ちゃんが送ってくれた、あれだ、味覚園のジンギスカン。あら、これ焼くからよ。これささっと食って、あと学校行っちゃうね。はい、行くわ。じゃあちょっと、あれ、包丁使わずにしまったけど。なんだお前は、うるさいな。パーッとあっち行っときゃいいだろ。腹減ってんのか。まあ腹減ってますけど。じゃあ行った。はい、これしゃぶっとけ。カラマヨジャイコーンって、それは丸山カリアさんがくれたやつ。あら、うん、しゃぶっとけしゃぶっとけ。え、噛んじゃいけないんだこれ。これ、レニパンがくれたやつ。あ、平野レミさんの。平野レミさんがくれたフライパン。じゃあめちゃくちゃいいフライパンじゃないですか。そうよ、美味しい料理できるよ。あとこれ、ニコルンがくれたやつ。ニコルンとチャライダーのコラボ。すごっ。人からもらったもので生計立つよな。すごいね。うち貧乏なんだからしょうがねえだろお前。文句言ったってよ。うん、ジンギスカンね。あ、ちょっと待ってください。やっぱタワマンなんで IH ヒーター。タワマンどう？なんていうの？今日酒飲んじゃうか。いやいや、それだしな。いや、朝だしよ、また。早朝から料理作ってよ。はい、ホッケ焼いちゃうんだから。これがうまいんだよね、ホッケがね。ホッケうまいよ。お父さんな、もうこれ、もう入れたらすぐ行かなきゃいけないから。うん、焼けたら自分で食ってみるな。あ、わかった。うん、ちょっとね、時間ないわ。ちなみにお父さん、今日何の仕事なの？今日は、なんだっけな、まだわかんねえんだ、行ってみないと。お父さん、現場行ってわかるんだよ。え、お父さん何の仕事してんの？スプーンのよ、使うの部分あるだろ。うん、あそこ磨く仕事だ。おピカピカにすんだ。あ、なんであんなピカピカなんだろうな、銀のスプーンってな。あれ俺がやってるから。なるほど。あ、お父さんがピカピカにしてんだ、あれ。うん、出来高制だからよ。あ、出来高なんだ。出来高制だよ。だいたいあれ1本 0.4 円それで、バーッと磨いちゃう。なるほどね。大変だよ。ちなみにお父さん使えんの IH ヒーター？うん、今確認してんの。どうやってやんだろうなって。あ、そう、グリル見るやつ。豚と焼きでいくからさ、じゃ勝手に、ね、俺見て、はい、これね、ハイテクだから、うん、こうやって電源入れて魚のとこポチッと押すでしょ、うん、じゃあほら、何これ。え、なんかぐちぐちぐちゃーって、うん、ケミシ君がね、うん、ケミシ君がバチャバチャバチャって歩いてるでしょ。うん、ケミシ君怖いか、あっちとけって止めたから。え、これがね、うん、勝手に自動で判断して勝手にどれくらいだろうって焼いてくれるの。はあ、すごいな。さあさあさあ、じゃあ約20分ぐらいで焼けるから、ちょっとね、火力強いから18分ぐらいでもう出しちゃっていいかな。そしたら身がちょうどホクホクで、あれだから、あ、俺も時間ねえからよ。はいはい、あと10分だ。時計ないけどね。うー、大変だよお父さんも。そうか。え、醤油、オリーブ。あ、オリーブか。あ、僕はオリーブオイル本当はいらねえんだけどね。レンパンってもうテフロン加工されてるから、テフロン加工ってまだわかんないけど、その変な加工されてるから、もうぶち込んだけでいいんだけど、なんかね、お前が見てるからお父さんが仕事してる感じだし、なんか料理できるから出しちゃってる。なるほどね。ちょっとモコミチさんみたいな。これ味ついてるからよ、ただ入れて焼くだけでいいんだ。めちゃくちゃいい匂い。もう開けただけでめちゃくちゃいい匂いする。お父さんやってる感じ出すのうまいんだよ。確かに油全身に引いてる。よし、行くぞ。おう、料理だい。うわー、すごい。菜箸ですね。眠てぇよ、本当に。待って、めちゃくちゃいい匂いする。すごいね。おう、え、やっぱその北海道はやっぱジンギスカン有名だもんね。北海道といえばジンギスだよね。やっぱそれはお母さんも好きなもんだから、こう息子にってこと。俺はちょっと分かんねえな。分かんねえんだ。俺が昔よ、マタギやってた頃の話なんだけど。マタギ、
あその頃にバシ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 売ってたわけよ、そこら中の羊をよ。おお、はいはい。でバン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 売って野生の羊捕まえてその場でさばいて食ってたんだけどよ、うん、それでなんかこれいいなっつって、市役所に連絡してよ、うん、あしたらなんかジンギスカンっていうのが実際できてたんだ。あ俺がジンギスカン作ったの。え、パイオニア。ああびっくりしたね最初。このスタミナ肉食べれるかねとか言ってたけど、食べれるだろって俺食ってんだから。えでジンギスカンって名前つけて、うん、え、ジンギスカンを流行らした人なんだけど、うん、東京来てスプーン磨いてんの。そうそうそう、今はな、なんだっていいんだよ、その場その場でさ、日に輝いていけばさ、うん、いいのよ。なんか自分の功績とか語るやついるだろう、はい、そうだっていいんだよ。まあ、一つのなんか起こしながら生きてんの。じゃあお父さん、そのジンギスカンの特許取って、うん、このタワーマン住んでるってこと。そうだな、特許とかはいいかなと思って取ってねえんだよ。だから俺が実際にジンギスカンを作ったっていう証明は確かにできねえ。できねえけど、作ったのは事実だから。うん。もう嘘が濃厚だけどね、ちょっと。しょうがねえよな、そんなの。よう。いやー、ただそのめちゃくちゃ手際やっぱいいね、お父さんね。まあなあ、砂漠のもうめえんだろ。これお父さんがさ、ゴリラと素手で戦って、ゴリラの拳もぎ取ってかじった時の話なんだけどよ。あなたは死ぬかと思ったな。ゴリラって意外とパワーあるからよ、こう四つ組みになってよ、えっってやったらゴリラがうわっお父さんバリーッとそのままいっちゃってよ、そのままにゃ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 、うん、おいしいゴリラって。まあおいしいものでも生きるためだからさ、お前にはまだわかんねえよ。平和な時代に生まれてよかったな。すごいね、なんかターザンみたいな生活してた。まあなあ、ターザンって昔俺呼ばれた時期あったわ。何してんのお前。もう最近なんか漫画家になったっていう話は聞いたけど。ターザンが。うん、ターザンって呼ばれてた。あれお父さんだぞ。え、そっか、お前ターザン知ってんだ。あ、知ってますよターザン、うん、あれお父さんだ。あ、そうなんだ。だから昔の俺をモデルに作ったんだけど、まあ照明とかはできねえよ。けどいいじゃん、ターザン面白いだろ。まあ面白かったかもね。いいのよ、父さんだけど、それが父さんだからなんだっていう話なんです。なるほどね。昔の話自慢するやつとかいるけどよ俺は住んどうだっていい。え、じゃあまとめると、そのお父さんターザンのモデルで、うん、ジンギスカンのパイオニアで、うん、今スプーン磨いてることね。そうだな。なんで。そうだな。あ、すごい。でもあ、すごい、はい、できたぞ。いや、おい IH 早っ。え、嘘でしょ、砕いてますやん。ええちょっと待って。え、これでね、いい感じの食感出んだ。なるほど。うん、え、食感で楽しめるタイプ。そうそうそう、これね、いい感じの食感出るから。で、隠し味にもこの辺も入れちゃうから、バーニャカウダーのデリディップとニンニク塩。これね、ニンニク塩がね、すごいのよ。味もついてますよね。面白いな、ほんと。さすが俺の息子だよ、お前。面白いな。え、滝の種作ったの俺だよ。え、昔ね、なんか種、さあちょっと行ってみよっか。うん、Each to the ones that we got。 これでね、激うまジンギス、ニンニク、ニンニク、柿の種できたよ。うわすごい。お父さん、こうやって作るんだ。どうですか、お父さん。何その顔、新しい顔してる。うまい。うまい。あー、やっぱね、本場のジンギスカンだからね、美味しいよね。やっぱ自分で取った羊っていうのはね、いいわ。嘘。うん。取った手になってる。でもこれね、兼近ママがね、送ってくれた、うん、うん、やっぱ息子のためにね、こう送ってくれましたから、やっぱ愛情感じます。やっぱり。何言ってんだもん。え、お父さん取ってきたの。崩さないね、設定を。ママって何だもん。兼近ママが送ってくれ、俺が一人で育ったのがそんなに気に入らないか。違う違う違う、あなたのお母さん、やっぱママが欲しいか、お前も。え、お父さんが。え、不死家庭今。いや、全然そんなんで。じゃあパパの、じゃあパパのお母さんからってことだ。じゃあ
どういう設定これ、ね、辛い思いさせたな。いや辛くないけど、あ、もう行こう。あれ仕事の時間だ。あ、仕事の時間落とす。やばいやばい。じゃあ魚あと任せた。あー、じゃあ食っとくか、オッケー。というわけでハルチーチャンネル料理編でした。美味しそうだなって思った方はいいね。料理っていうのはその一日の自分を作るものです。何でもいいやとか何食べたって一緒だろうって思う方もいるかもしれない。でも確かに毎日口の中に何かを入れるのは確かなんで、だそこだけをしちゃいけないなっていうのは心の底かなと感じています。皆さんも美味しい料理になってください。僕がナイフフォークで君たちを食べたいと思います。美味しい料理になってね。以上、イグジチャレンジでした。お後がゆりがー、遅刻する遅刻する。やばい。美味しそうだね。あらー、でかいし、いい焼き方、いいですね。あれ、6分ぐらい遅れっかな。はい、これもこんな。ありがとうございます、うん。